はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、手紙、環境の力です。月と六ペンスで有名なイギリス人作家、サマセット・モームの短編、二編を収録した本書。いずれも、男性の浅はかさと女性の恐ろしさが短く、しかし的確に描き出されています。まあ私がね、特に好きだったのは、 環境の力の方なので、そちらのあらすじをざっくりと紹介しますね。仕事のために植民地であるマレー半島にやってきた一組のイギリス人新婚夫婦。二人は見るからに仲むつまじくとても幸せそうでした。しかし、そんな夫婦の暮らしの中に、一人の現地人の女性の影が不気味にちらつく。というお話。さて。 これら2つの短編。どちらも不倫の話です。まあ、不倫といえば今でこそ道徳的にアウトですが、まあ、モームが生きた時代においては、もちろん良くはなかったのですが、まあ、全くダメではなかった。いや、それどころか、イギリス人が横暴に振る舞える植民地においては、不倫はむしろみんながやっていることだった。そんなみんながやっている不倫に対し、モームは本短編の中で、 鉄椎を下します現代において配偶者に不倫された相手は当然悲しい思いをすると思いますしかし冷静に考えてみたらみんなが不倫をやっていた時代だって不倫された相手が悲しい思いをするのは現代と同じなわけですモームの短編はそれを思い出させてくれました いずれも50ページほどでサクッと読めますが、まあ、モームらしいイギリス植民地時代の独特な異国情緒を味わえる作品、まあ。手紙、環境の力、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただければ嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。